はい、じゃあ続きやっていきたいと思います。どん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 進んでいかないとね。ちょっとなんかね、本当にね、実況プレイとか言っててもね、黙り込んじゃうんだよね。なんだろう、やっぱ真剣になるとね、黙り込んじゃう癖っていうのはね、どうにもならない。次はどこだ。よし。やっぱ動きがカクカクしてんな。本当につまんない動画になっちゃうね。できればね、なんかね、余裕があれば日常的なね、こういうね、会話をね、しながらっていうのもね、ありなんじゃないかなとかってね。でもそういうとこじゃねえよな、これ。ちょっとね、ちょっと全然ダメだわ。自分にね、なんだ、余裕がないというか、ゆとりが持てない、ゆとりがないって言った方がいいか。なんだ、飛び出てる。なんだっけ、なんかね、なるべく
どっかで止めないとやばいような気がする。やばい。ああ出てこねえな。近っ。今音が止まった。よいしょ。さあ行け。よいしょ。ボン。なんかあれだね、なんて言うんだろう。バイオハザード4ってなんかスムーズに進むようにできてるゲームなのかな。やっぱりなんか前の結構古いさ、なんて言うんだろう、バイオハザード初代とかさ、1、2あたりとかもそうだけど迷子になったりするんだよね。それ考えたらね、なんかね自分いい感じだね。ちょっとあーこれ仕掛けあったな。よいしょ。こっちもよいしょ。6人の犠牲によって感じ。よし来たー、やったー、ブーン。面倒くさいね。
白米鶏と炊きかな。ハンドガンねちょっとね威力がね高いんだよね。だから意外と使えるような気がするんだよ。だからね結構連射速度もアップしたし、本日もね金麦を飲みながらピースアロマロイヤルを吸うような形で、まあいつも通りってね、来いよ思った以上に来ねえか。今月号、今月号聞こえてくる。まさかの2発か。あめ。よし、いい感じだ、いい感じ。ガチャ来たー、こう来たー。ワンちゃんとか出てくるとこだよねきっと。これさて、じゃあここで一回セーブしとこうかな。どっちかが行けなかったような記憶なんだよね。こっちか、こっちが確か行けないべ。はい、これやっぱ行けねえ。こっちだ。よし。アスリーがいれば入れるんだよな。連れ戻したらこう行きたいもんだ。よし、よいしょ。来たぞ、ワンちゃんところ来たぞ。いやー、やだ、やだけどやるしかないんだよね。
とかの玉がいっぱいあればいいんだけど、しょっぱな来るよな。いやー近い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 よ、怖い。うおー、ハンドがナイス。いやワンちゃんの声、ワンちゃんの声。やばい。ワンちゃんの声。怖い怖い怖い。あとは向こうか。取れるもんは届く。これやばい。まあいいな、多分これ。よし。でこれエイダさん出てくるはず。ナイフって感じがいい。ナイフの方が早いのか。
あ、飛ばそう。これセーブか。セーブポイントどこだっけ？マップ。あ、この辺セーブポイントあんだ。あれか。じゃあこの辺ちょっと漁っとこう。この辺を漁っといて、うん、まあちょっと切りがいいところで中断するか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、こっちかな。こいつすごい武器持ってるよね。ライフルの発射速度は無理なんだ。マシンピストル1まで上げたいな。とりあえずアイテムの整理。帰るね。は、よし。どれだっけ。ストック買っとこう。これで収まるべ。大体は無理だろう。よいしょ。この方が見栄えがいいな。こっち置いとこうか。うん、そこそこ整理整頓できたな。これでこっち行こうか。これで少し手ぶれ減ったのか。じゃあここで一回セーブ。はい、じゃあちょっとこの辺で切りが良さそうなんで止めさせていただきます。